失態だったな。確かな情報に基づいて行動すべきでした。情報を求めてことを急いでしまった。ベルの過失だと思うか。さあそれはどうでしょう。分かるのはペルセウスが核を持ってることだけ。何十発もない。何百万人も死んでアメリカは責任を問われるだろう。お前は起爆信号の発信地点を突き止めるんだ。しかしもう時間がありません。ベルに聞けばいいさ。ベルだってこの科学実験は失敗に終わったんです。まだアドラーを外すんじゃない。あの男に奥の手があるはずだ。よし、もう少しだ。シルス、担架を頼む。いつもそんなだったか。なあ、ありがとう。俺を助けてくれて。やっぱりお前は仲間だった。何があっても受けた恩は忘れない。清水、投薬の用意をしろ。全部だ。アドラ、貴重な時間を無駄にするな。こいつはもう役に立たない。ベル、しっかりしろ。お前がペルセウスを止める鍵なんだ。中途半端はやめだ。脳内投与を始めるぞ。脳に直接だと？見なくてもいいか。目から通すのかよ。本当に大丈夫か。他に方法があればな。ベル、お前ならできる。ベル、聞こえるか。思い出すんだ。もう一度俺たちがベトナムにいた頃を、始めたことを終わらせるぞ。俺たちには使命があった。さあベル、ペルセウスだ。ベトナムでペルセウスと対峙したことを覚えているか。心電図が乱れた。くそ、心拍が危ない。ベル、落ち着け。集中するんだ。ヘリが墜落し、お前はジャングルを進んだ。たった一人で。そしてバンカーを見つけたんだ。覚えているか。バンカーに何があったのか思い出せ。アドラーを信じるな。アドラーは嘘を張り巡らしている。奴を信じる。アドラーに耳を貸すな。奴は嘘をついている。お前に嘘を。アドラーを信じるな。ソビエトのバンカーを調査する任務の際、お前のヘリは撃ち落とされた。お前の報告では気づいたら銃撃戦の最中だった。生存者はベトコンの攻撃から身を守っていた。お前は走って M16 を拾った。あるいは別の武器だった。
けが生き残ったと気づいた。そしてバンカーを探しに向かう。廃墟の近くの分かれ道でお前は右へ進んだ。左じゃない。洞窟に戻るにはジップラインが使えた。できるだけ早くバンカーに行きたかったんだな。ベル、引き返してジップラインでバンカーに行け。銃撃戦を見て M16 を構えた。バンカーの入り口だ。一体何が起きてるんだ。何を言っているのかわからない。CIA の記憶を埋め込むマインドコントロールプログラムは大成功を収めた。俺たちには死ねえ。今度は投与量を増やして1の B だ。いけるぞ。お前の報告では気づいたら乗組員は行方不明だったな。メトコンが生き残りを探していた。お前は静かに弓を構えた。
sắp được đó. Đó chắc là có kế hoạch bay.廃墟の近くの分かれ道でお前は右へ進んだ。左じゃない。洞窟に戻るにはジップラインが最適だ。できるだけ早くバンカーに行きたかったんだな。ベル、引き返してジップラインでバンカーに行け。ベルがシナリオを変え続けてる。今はシナリオ11だ。味方が尾根で足止めされており、お前はスナイパーライフルで援護した。研究室にいるのか。これはダメだ。アドレナリンを使えと書いてある。ベル、探していたのはそこだ。ペルセウスはその中にいた。
あなたは被験者と過去を共有して信頼を築く必要がある。俺たちには使命が。さらに投与所シナリオ1をやる。ベル、俺たちには使命がある。お前の報告では気づいたら銃撃戦の最中だ。生存者はベトコンの攻撃から身を守っている。お前はグレネードランチャーを構え突撃した。廃墟の近くの分かれ道でお前は右へ進んだ。左じゃない。俺に抗うな。右に行け。戻って右の道でバンカーに行け。ジップラインで川に降りる。ベル、ジップラインに戻れ。バンカーは洞窟の中だ。行け。違うぞ。洞窟に入ってバンカーを見つけたんだ。なぜこんな。シムス、これはシナリオ17だ。トンネルか。よし、お前は銃と懐中電灯を取り出した。ベル、嘘はやめろ。やり直しだ。ペルセウスにやった経緯を話せ。ドアを何とかするんだ。とにかく開けろ。
が駐車しろ。そんなことしたらまずいんじゃないか。さっさとやれ。重度の痙攣が起きた。なんとかしないと。研究室で何を？ベル、研究室は忘れろ。俺が知りたいのはバンカーだ。セールが完全に大根からそれたぞ。薬を与えすぎた。やりすぎたんだ。もう手がかりはない。情報を手に入れるか、ベルが力尽きるまでやるぞ。被験者への洗脳が定着し始めた。地獄のベトナムも生き抜いた。俺たちには使命がある。ベルはまだ耐えられるか。俺に聞かれてもな。やれ。まだ何も掴んでいない。シナリオ17だ。オーケー。ベル、俺たちには使命がある。これはもう試してる。次のシーンに突入。バンカーのドアは廃墟にあったんだ。お前はそこに入った。ベル、バンカーに入るんだ。ベル、ドアを開けろ。セウスのことを教えてくれ。バンカーで何があったんだ。ベル、ペルセウスに何を言ったんだ。思い出せ。ベル、ドアだ。中に入れ。
だ。核を起爆させる場所は奴らどこにいる。どうしよう君、アメリカとその同盟国は我々の大切なものを蝕んでいる。しかし政治家たちは弱体化する一方だ。彼らに代わって行動するのがペルセウスの義務だろう。我々は間もなくアメリカの核爆弾を手にする。グリーンライトニュークを解除する鍵を奪うのだ。グリーンライトニュークの制御を手にしたらソロベツキーのシェルターに退避し核を爆破してやろう。